はい、ということでドラゴンクエストタフトの、対決魔界の強者たちの、これ読めないんだよね。天見桜の魔界でいいの？わかんないけど。こちらのパーティーでいきたいかなと思います。魔剣士ピサロ戦闘力5833の覚醒が2です。スターク戦闘力6185の覚醒が1です。トリックグレイセル戦闘力6309のフル覚醒です。アリーナ戦闘力5637覚醒が2です。勇者ソロ戦闘力6929の覚醒が3ですね。こちらのパーティーでいきたいかなと思います。初見ですね、やっていきたいかなと思います。とりあえず推奨戦闘力28000なので、まあギリギリいけるかいけないかっていう感じですね。ちょっと抜きどころが分かんないところです。5体いますね。行きましょうか。いいね。強い。いいね。スタップ強い。回復。スタークショットきついな。勇者ソロがいれば嘘でしょ。これはきつくないか。勇者ソロを真ん中に浮かせるのはちょっとダメだな。魔力だったね、今気づいたんだけど。一発で死ぬな。生きろ。もう一回だな。さすがに不完全燃焼する。一旦待った方がいいな、やっぱ。ただ、真ん中のデブがちょっと HP 高い。全然アリーナ避けないじゃん。あとはすごい、
一緒の位置にいない方がいいですね。勇者ソロが痛いね。勇者ソロを端に行かせて、というか一旦ね、前進した方がいい。エスタークもな、真ん中にいさせたくない。横だね。これで出ましょうか。多分届かない。これ仕方ない。マジで届く。違う。ああ、足りないか。まあ、それがね、じゃあしょうがないけど。まあ。見せるよ。避けろ。まあ一回ずつだからいいけど、避けろよ。
いつ起動してるの。1回ずつ着実に崩しに来てる。惜しいな。届くか。OK。よし、いいね。これはワンチャン。ワンチャンあるんじゃないか。これで挟むと。結構。MP がきつくなってきている。あんま変わらない気がする。いいね。ふざけんなよ。嘘だろ、ショック。負けるなよ、マジで。近づいて攻撃してね。あ、ここじゃないとダメか。ちょっとやだな。アイスタックもったいね。よし、いいね。いいね。そんな効かない。半分まで来たわ。ただ MP が結構なくなってきている。いいね。お前さんが要だぞ。4400だった。耐えてくれ。よし、いいね。ミスってくれるのはありがたい。MP 足りるの？なんかすげえ足りない気がした。ちょっと48で様子を見たい。この距離でいける？え、いいね。こっち、ここワンチャンあるぞ。ちょっと待って、ざけんなよ。おかしいだろ。通し、しかし MP が全然そうだろう。いや、今の1万2000ねえだろう。すげえふざけんなし。もう MP ないし、マジでかよ。もう壁役になるしかない。まあまあ食らうんだな、これ。まあまあ食らうんだな。510、意外に食らう。あ、強いな。
防御。ああ。これ意外といけんじゃない？この長期戦で。これ意外と。ダメだ。戻っちゃった。ミス。いいね。これ意外といける？もしかして。これ食らうのが痛い。あ、やばい。厳しい。あ、終わった。これ多分アリーナアウトのダークドレアムとか行ったらいけるんじゃないかって思ってきたんだけど。これアリーナ邪魔だね。これアリーナだよ。先般。多分いける気がしてきた。このアリーナ。一気に強くなったからね、今。こちらのパーティーで行きたいかなと思います。2体倒せるんじゃない？届かないよね。あ、間違えた。ふざけんなよ。
はい、ということで、長丁場になって、少々めんどくさくなったので、ここら辺で終わりにしたいかなと思います。多分、長期戦に持ち込んだらこのパーティーでいけるんじゃないかなと思いました。それでは。